負けないように福太郎途中で運動してやりますやりすぎたなと思ったら止めていただければよろしくお願いいたします。OK ですか。では、クルーボタン&スペースプレーと行くとさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず1曲が、2人任せますよ。よろしくお願いします。はい、今日はこのくるみボタンさんとコラボレーションさせていただく、ことができまして、ずっともう、私たちはひとみさんとお付き合いが、5年以上の、 お付き合いをさせていただいてまして、まあ、ひとみさんとはいつかいつかコラボレーションさせていただけたらっていうことをずっと言い続けて、まあ、念願のコラボレーションとなったんですね。で、なんですかね、すごくもう、まあ、実はですね、私最初にひとみさんとお会いしたときに、かなり泥酔しておりまして。そうですよ、すごかったですよね。何でしたっけ、太鼓のカブトムシを歌ってください。で、私が木であればカブトムシに乗ります。なんかよくわからないことを言ったら、そんな木なんか叩き切ってやるとか言われて、うわぁ、怖い人なんだと思ったんですけど、まあ、いろいろお話ししてて、話ししたのかなって最近わかりました。失礼を申しまして。そんなこんなのきっかけで仲良くさせていただきまして、このほどコラボレーションさせていただくことになりましたので、皆さん今日本当にこんなにたくさん来ていただいて、本当に私もなんか嬉しく思ってます。今日の日を聞いていただけて本当にありがとうございます。では1曲目、大黒摩季さんのラララ。よろしくお願いします。Thank you.
大黒摩季さんの、ね、名前が大黒摩季さんがあれですね、婦人科系の病気かなんかにが、ね、持ってらして今音楽活動を休止なさってるんですけど、これはもうね、誰でも知ってる曲ですのでね、元気もらえると思います。でちょうどね、こう今日あのライブをするっていうお話が、去年の12月の年末のライブにここにお邪魔したんですね、来るあのステージシップさん。その時にね、あの 年内中にちょっといっぱい行きましょうよみたいな話になって、そうで年内本当押し迫った時に、3人でちょっと飲みながらですね、いつかコラボライブもやりましょうよみたいな話になって、今日ようやく実現したという流れですね。またね、こんな機会がまたあったら、はいはい、ぜひよろしくお願いしたいと思います。はい、じゃあ続いての曲は、これはフレンズ、皆さんご存知かと思いますけど、ノッコは今どうしてるんでしょうかね。どうしてるんですかね。ソロで、ソロでやってるんですか。単独で、はい、はい、最初は叩き切られてしまった話はあったんですけど、あのこの打ち合わせでは叩き切られない。切られない。でも洗濯機で回されたこともありますね。あ、なんか言ってましたよね。めちゃくちゃ言ってましたよね。めちゃくちゃいじくって、楽しませてね。最初ひどかったですよね。だってすごい、半端なく酔っ払ってるんですよ。お酒に飲まれちゃうのはやっぱり良くないですよ ね、 ね。それをいいことにこう、ひとみさんに絡んで、で叩き切られ、洗濯機に入れられ。本当入ってないはい、じゃあ行きましょうか。大丈夫そうですね。はい、はい、thank you.
かね。これは何年前ですか、もう。かれこれ。私、大学生。え、大学生ってことは ?80?85 年。え、そんなになるんですかとは言えない。言えないですね、ちょっとね。生まれていたことは確かです。生まれていたことは確かにそうですね。しっかり言っちゃうとちょっとね、バレちゃうんで。もう、でもバレてるかもしれません。性格の若作りしてるんですね。ねえ。気持ちは若いですよ、いつまでも。横から光を当てるとね、先生とか見えちゃう。ええー。あ、どうでもいいです。え、釣ってるってことですか？いや、そういうことです。誰かな。なんか、コクとかなんかでこう、なんか。嬉しそうな感じがしますけど、そういうわけじゃないですね。はい、わかりました。気持ち的にそう、確かに。そうですよね。もう、年は関係ないですね。じゃあ、最後の曲ですね、コラボレーション。この曲はそう。ね、残念ですね。この後はでもね、なんか一緒にできる方が。はい。ちょっとこの曲はですね、もう、この、村島がぜひぜひぜひ私たちがコラボした時にはやりたいってずっと言い続けてた曲なんですよ、実は。でスペースシップだとちょっと足りなくなっちゃうので、やっぱり声が2つ、YouTube で画像を見てもね、2人とも綺麗ですよね。うるさい、なんか綺麗じゃないかもしれない。もうね、2人じゃないかもしれない。
じゃあしばらくお待ちください。